というわけでね、今日の、今日の2冊目はですね、これもう誘惑の話またしたいんだけどさ、俺これ難しくてさ全然読んだんだけど、今日の2冊目はですね、大江健三郎のね、我らの時代っていうね、誘惑とは全く真逆の話だね。これ本当にこれ幽霊出てこないから、本当にさ、あのおしゃぶり加えた閻魔大王の息子も出てこない。これは本当、まあ、こう大江健三郎さんって、まあ、皆さんご存知の通り、あのノーベル賞取っちゃったあの作家さんでさ、俺昔その死者の起こり飼育っていうね、あの新潮文庫から出てる本読んで、10年ぐらい前に読んでさ、すんごい気持ち悪い本でさ、それが本当にさ、死者のおごりってなんか大学生だが何だかがさ、死体処理の仕事をするっていう話だったわけ。死体がプールに転がってて、それが生きのいい死体をこう選んで、それを解剖所に回すっていう話があってさ、なんでこんな気持ち悪い話書くのかなと思って読んでて、それから大江健三郎って言ってあんま印象良くなかったんだけど、これね、俺の雪菜に勧められたんですよ。これ本当に、私ちょっと学生戦争の話とか好きだから、大江健三郎の今読んでてすごく面白いって言ってて、じゃあ読もうって言って、もう俺の雪菜さんが言うんだから間違いねえと思って読んだらね、いや俺の雪菜さんには悪いんだけどね、難しいんだよこの話。なんか僕の話じゃないですけどね、なんかこう天皇を恨んでる男の子とか、なんかこう女はいるんだけど性的にいけない男の子とかが、そういうなんか 4,5 人そういう出てきて、登場人物がそしたらの群像劇みたいな話なんだけどさ、もうさセリフがね難しいの本当だってさ、その主人公が安男って言うんだけど、安男の女ってのが出てくるんですけど、安男の女がね、安男に対してなんて言ってるかって言ったらね、63年ぐらいの本だけどね、これね、私の天使って言ってるんですよ。私の天使ってどんなセリフだよと思って、で安男もさそれを聞いて普通にしてるんだよね。これが昔の感覚かなと思うんだけど、いやでも絶対嘘で、今俺がダサいと思ってるから昔だってきっとダサいと思ってたんですよ、これ絶対間違いなくさ。それ平気でこう進んでっちゃう世界でさ、で必ずこう行き着く先がね、こう俺は女いるが女に本当のエクスタシーを覚えたことがないんだみたいなこと言って、で俺は暴力的にそれを解決せねばならないみたいなさ、なんだか三島由紀夫だが村上龍みたいな話だなと思いつつさ、本当なんでこうも真面目なのかなと思って、だって女いるってだけでいいじゃんね、本当にさ、いなくて困ってるやつだっていいのにさ、いて俺は邪魔だなんて言ってみてよなんて思いつつさ、いろいろ登場人物出てくる中でね、もうこういうさ、ね、性的なものを暴力的に解決したいみたいな男が出てきたら、もう当然出てくるのも話分かりますよね。次あの同性愛の男が出てくるんですよ。もうお決まりの路線、本当にこれ出てくるだろうなと思ったら出てきたっていうパターンなんだけど、そしたらそいつもなんかね、ちょっと外国のさ、昔だから GI だよね、きっと60年代ぐらいの話だからさ、そいつとこうちょっと男といい感じになっちゃってね、エッチしちゃって、でエッチした後にさ100万貸してくれっていうわけよ。そのハングリーなんとか面っていうバンドを組んでるから、そのバンドの組んでるやつにトラック欲しがってるやつがいるから、そいつのトラック代で100万欲しいんだって言って、そしたらそのね外国 その GI の人も100万貸せないよそんなのって言うわけよ。そしたらなんでだって言うんだけど、100万貸してくれっていう方がどう考えてもおかしくてさ、だってセックスした後に100万貸せってさ、そんな俺だってちょっと待ってくれって言うじゃないそんなの。そしたら当然俺の言うこと聞かないのかって殺したりとかしてさ、そういう話でさ、なんか読んでるとさ、何でもシリアスに捉えりゃ面白いだろうって思ってるようなやつが書いた感じで、うるせえこの大江健三郎この野郎と思ってさ、で読んでてね、大江健三郎の頭がついちらついたんですよ。僕どうしてもあの大江健三郎の顔を見た人は分かると思うけど、あのモテなさそうな顔でよくこんな話書くなと思ってさ、俺本当に大江健三郎って本当ね、なんか魔界統一トーナメントに出てきそうな博士みたいな顔してんだよ。本当耳がでっかくてさ、ムミみたいな顔してんだよね、どっちかっていうと。でなんかなまってんだよ、どこになまるかわかんないけど、僕はそれこれはこう思うんだよねとかって、名古屋か青森かわかんないなまりで喋るわけ、独特のイントネーションで喋る男か絶対モテるわけないと思って俺ずっと読んでたから、本当こんな妄想の産物読みたくないと思って読んでてさ、本当何にもハマんなかったねこれ。最後だけちょっと面白かったんだよ最後。まあいや、まあネタバレになるから言いませんけど、主人公の安男君、安男君を主人公として捉えればですよ、イエスのお前はどっちにするんだいって言われた時に、その決断を迫られるところはね、分かりやすくてね、そこだけは
っとよかった。でその後に安尾くんが俺は自殺するしかないんだろうかみたいなことを思うところはね、俺もまあ常日頃、まあ、ラジオが終わった後もう死のうと思ってやってるわけなんですけども、そのだからそこの気持ちはよく分かりました本当に。うん、だから最後のね5ページだけはハマったから、俺のユキナにはすごく面白かったって伝えようと思ったね。うん。